FM那覇 This is Chura Station Stay tuned Chura Station チラステ。こんばんは。11月23日月曜日、何者にも縛られないフリーダムすぎる化け物トークバラエティチラステ、パーソナリティのナナです。そしてサメカワです。よろしくお願いします。11月23日祝日、いい兄さんの日。いい兄さんの日。でも今日はフォグニー不在でございます。いい兄さん消えたね。いい兄さんじゃなかったんだよ。いい兄さんじゃなかったから引き取られたのかな、どっかに今日いい兄さんしか来れないから。あ、そうですか。あ、じゃあいい兄さん代表して僕喋れてるんですかね。そうなのかな。それもちょっと疑問だな。疑問って言われたよそうだねって言ってほしかったよ、強く。そうだね。そう、いい兄さん、いい兄さんの染川といい兄さんの D も今日は いますので、はい、はい、いい兄さんといい姉さんでやっていこうと思います。はい。良くない兄さんは今日はいません。お休みです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。さて今日は収録放送となっております。はい。なのでツイキャスでの配信は今日はしていないんですけれども、後日 YouTube の方で動画がアップされる予定なので、そちらもぜひチェックしてみてください。見てね。聞いてね。聞いてね。お願いします。そしてチラステのツイッターアカウントもございます。ツイッターアプリでチラステで検索してください。パーソナリティそれぞれ個人アカウントも持っているので、よろしければフォローもお願いいたします。この番組は国際通りにあるライブハウスチャクラさんの提供でお送りします。はいはい、もう11月も後半ですよ。後半というかラストですね。ラスト一応まあ来週30日もありますけど、30日月曜日もありますけど、もうこの頃には今ちょっと収録なのでね、はい、あんまし聞けてないものがあるんですけども、うん、クリスマスの曲とか流れてくるんじゃないかな、ケンタッキーのね。そうだよね、曲とかね、食べたくなるよね。シャン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 ってね、音が聞こえてきたりもするのかな、うん、この時期になるとね。結構このシーズンの街中歩くの好きなんですよ。ああ、いいですね。お店とかでもさ、そっちいろんなクリスマスの飾りとかされてるわけじゃないですか、うん、そうなんですよ、飾り ね。もうそれで言ったら FM 那覇にも実はですね、うん、あのクリスマスツリーが建てられているんですよ。そう、大きいのが。そうなんですよ、うん、もうちゃんとご立派、めっちゃでっかいなあれね、1メートル30、40もっとかな、なかなか高いクリスマスツリーが立ってんだよね、うん、ねえ、立派な、豪華な、すごい。後で、うん、あれをバックに写真撮りましょうか。そうだね、みんなでね、ちょっとはっちゃけたい ね。あー、ちょっとクリスマス感が出てきたな、僕の中で、うん、あれを見たことで、クリスマスツリーを見たことで、ちょっとプレゼント持ち寄ってみんなで交換とかして、うん、あ、そういうのやっちゃうタイプの人？ダメですか童心に帰ってそういうことやりたいよ、本当に。ごめんね、染めちゃん、そういうイメージあんまりなかったからさ。いや、もうめちゃめちゃ子供だからなんだったらもう12歳でちょっとね、今もう心も止まってるから、うん、体もどんどん死に近づいてるんだけど、ね、暗いな少しずつ置いてくだけですから、ね、今でもサンタさん楽しみにしてるもんね。サンタさんいるもん、いるもん、サンタさんは絶対にいるもん無駄にエコー信じてやまないいやー、でも来てほしいよね、サンタさんね。ていうかこんなにクリスマスの話していいの、今日勤労感謝の日で、なんだったら11月で、一応11月後半だからっていうことで、そういった話をしてるんだけど、勤労感謝でしょ、本当はもっと、うん、あのいつもお疲れ様でしたっていうか、うん、そういった話をしないといけないのかなと思うんですけども、はい、ホグニー元気かな、ホグニー頑張ってるかな多分今日もお仕事か何かで来れなかったんだろうな、うん、お疲れ様やで、本当にお疲れ様です。以上ですそっけな全然いたわってないよねということで、はい、じゃあ今日はもう曲に行っていいですかね、うん、あ、どうぞ。実はですね、はい、僕ちょっと焦ってるんですよ。お、なんでかというとこの後ですね、うん、もう今 YouTube の動画を見ている方には分かるかもしれないんですけども、うん、はい、ソメ、うん、ソメって書いてあるあのなんかバーみたいのがあるんですよ、名前のバーが、うんうん、ソメナナ
そしてもう一方、はい、あまり聞かないお名前が、うん、でも知っている人は知っている、うん、そんなお名前が実はついているんですよ。この後、はい、なんと収録では初めてのゲストさんが、はい、え、ゲストさん収録では初めてですよね。初めてですね。ですよ、うん、初めての、はい、収録では初めてのゲストさんがいらっしゃいます、はい、生放送ではね、あのゲストさんがいっぱい来ましたが、収録では初めてということでちょっと焦っております、うん、なので、うん、ちょっと僕の気持ちを落ち着かせるためにも1曲目お届けしたいと思います。1曲目お届けするのはですね、この曲です。アビーチ Hey Brother。 お届けしたのはアビーチ Hey Brother。 チュラステーション、はい、チュラスでお届けしております。はい、ということで今 YouTube でご覧になっている方にはね、もう画面に登場していただいているんですけれども、
今日は収録初のゲストさんをお招きしております。そうなんです、そうなんです、もういらっしゃっております。はい、なのでご本人から早速自己紹介をしていただきたいと思います。それではどうぞ。はい、はじめまして、チュラステさん、お邪魔させていただきます。ナンナと申します、よろしくお願いします。はい、ナンナちゃんです、よろしくお願いいたします。ナンナちゃんは FM 小座さんでやっているサブカルナンナのという番組のパーソナリティをされていて、まあ、以前私とフォグニーもゲストでお邪魔させていただいたんですけれども、今日は逆にチラステに遊びにね、来ていただいて、やっとお邪魔できました。そう、嬉しい。イエーイ。ソメちゃんとはナンナちゃん初対面なんですよね。そうです、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめまして、よろしくお願いします。お互い多分情報が全くないと思います。全くないと思います。まっさらな状態、お互い名前しか知らない状態。もう本当にそんな感じ。男性と女性ということしか分かってないぐらい。すごい、なんかさ、さっきもお見合い感があってさ、挨拶の時どうも染川です、あ、はじめまして、ああああって。そろそろ D が、あの、お茶を出しそうかなと思って、コミュ障が爆発してしまった。お互いにね、寄り添って、そう、まあ、今日は、うん、番宣番宣番宣、そう、番宣できる、うん、番宣していいよ、いいよ、番宣していいですよ。私、うん、そう、さっき紹介もあったんですけれども、はい、あの FM 小座さんの方で、あのラジオパーソナリティしておりまして、月曜9時半からサブカルって何なのというラジオ30分番組やっております。もしお時間ある方いたら遊びに来てください。最近はもっぱら、あの、うん、Zoom 配信でツイキャス生配信してますので、およろしければ。今時ですね。今時、いや、はい。うちらもね、たまにズーム配信やるんですけども、全然てんやわんやですよね。そう、本当に。なのでこの前もね、生放送でフォグニーとズームでやったんですけど、はい、まさかの機械トラブルでフォグニーとつながらなくなるっていう。もうだからもうね、今日はもうズームとか、うん、後で全部教えてもらおうかなと思います。私一番機械音痴なのでやばい。じゃあバズら話し方を、あ、実はですね、うん、今日は画面には見えないんですけども、見えないんですけれども、はい、ギャラリーもいらっしゃってます。ぼかしています。ぼかして、そこは紹介しないんだ。ぼかします。まあね、なんやねんってなる方にはちょっとちらっと言うと、サブカルってなんなのの同じくパーソナリティでいらっしゃるルルさんもね、今日はなんなちゃんの応援という形でスタジオ見学にいらしてます。なので、まあ存在は、ね、そうですね、声は出せないんですけどね。そうそうそう、声は出せないんだけども、存在感は、うんね、こっちにいるスタジオの中でビシビシ伝わってくる。すごく伝わってくる。ちなみに、あのサブカルって何なのっていう番組では、はい、どういう内容を話されてるんですか？そうですね、毎週あのゲストさんを招いてラジオをしているんですけれども、うん、こちらのゲストさん の, あの行っている活動だったりとかも紹介がてら、うん、サブカルって何なのってことでオタクだったり、あ、途中であの人狼ゲームをゲストさんと一緒に行っていったり、うんうん、ゆるくおしゃべりしている形になります。先週やったもんはそうですね、もう以前ラッパーさんだったりバンドマンさんだったり、うん、バン、え、バンドマン2回言っちゃったよ。ミュージカルの女優さんだったりとか、うん、いろんな方が遊びに来ています。おお、いいですね。そんな感じです。ありがたい。本当にサブカルに特化した。逆にサブカルって何なんだろうってなってるんですけど、うん、まあ、ね、一応チラステもサブカル番組のくくりではあるんですけどね。当初はね、当初は、ね、今はそうでもない。毎回なんか行き当たりばったりな。今はちょっとコンセプトを無視しがちなものをやっているんですけど、あの、今日の時間はじゃあもうサブカルについてお互い再認識して、うん、そう、まあ、かくいう私とね、なんなちゃんも、はい、この前ゲストで遊びに行かせていただいた時が初対面だったんですけど、うん、そうでしたね。そう、でも意外とね、共通点がいっぱいあったんですよ。聞きましたよ。すごいんですよ。あの、奈々さん実はね、ハロプロが好きなんですけど、うん、はい、好きなんですよね。アイドル好きですね。アイドル大好き。アイドル好きでしょ、うん、
して、まあ、チラステとサブカルなんなのも同じサブカル番組のパーソナリティじゃないですか。はい、私なんだった、ほらナナとナンナで名前も似てるじゃないですか。聞き取る方結構大変かもしれない。今回んが入ってるか、そう入ってないか、んがあるかないか大事。あと少しで被るところだった。でこの前この遊びに行った時にたまたま持ってたお茶が一緒だったんです。いや、そうです、え、お茶まで一緒でした。そう、それカウントしていいんですか。趣味も合うってことです。趣味が合うんですよ。あ、そうですか、そうですか、下の好みも同じということで。そうで、ハロプロ以外にもさ、はい、あのなんなちゃんがさっきあのどの曲流そうかなって話してた時に、うん、あ、これ好きって流した曲が私も好きってなったし、そう、ちょうど今流れてるこのデオルさんの第6巻、そう、すごくないですか。アディクションだ。失礼しました。先ほど流れるのか、1曲目にね、はい、うん、すごくない、運命じゃない、運命。しかも踊ってみたしてるんですよね。そう、踊ってみたもやってて、あ、やってるんですね。たまにやってるんですよ。はあ。もうデュエット組んだら。もうびっくりして。ね。ちょっと双子かなって思っちゃった。本当にびっくり。デュエット名ナナナンナ。いかがですか。ナナナンナ。こっちが神様。なんかおのののかみたいな。ナナナンナ。いかがですか。使えないですか。ダメですか。ちょっと検討します。ちょっと検討します。その時はあの使用料として使用料使用料10円ということでお願いします。10円安いな。と断ろうかと思ったけど、10円取りかなって。まあまあお立ちん程度でみたいな。うん。いや。ゲストさん、うん、ゲストさんってすごくなんか新鮮でありがたいですね。しかもこんだけ なんていうかな、うん、あのもっと緊張はしてるんですけど、うん、なんかとっつきやすいような感じがします。しやっぱり、うんうん、同族って言っていいんですかね。同族同族同族って言っていいんですかね。はい、同じ穴の無地穴か、無地穴ってなんだ、無地穴感があってすごく言いやすいなと思います、うんうん、はあ、じゃあ今、ハマっているものとかも聞いてもいいですか。そうですね、私はバンドマンでもあるんですけれども、うんうん、あの、そう、歌うことがとにかく好きで、最近ハマってるのはゲームなんですけれども、うん、第五人格っていうゲームにめちゃくちゃハマってまして、お、うん、あのスマホゲームの、あ、そうですね、スマホゲームにめっちゃハマってまして、うん、これを夜な夜なやってしまう。寝れますか、大丈夫ですか。寝る間も惜しんでやっていて。すごい。だから、そうです、最近なんかあのボーカロイドって言った初音ミクとかがいるような、うんうん、あれの音ゲーが出たんですよ。お、そうなんですか。やってる、あ、やってますか、うん、なんかプロジェクト世界っていうゲームなんですけど。そうそうそう、さあ突然つながったぞ。こういうところなの、共通点。そうなんだ。こういうところでいきなりつながるのが、そうなんだ、お互い似ているな、同類だなというところで、そう、嬉しいよね。しかもさ、チラステでこの女性のゲストさんがいらっしゃるって初めてじゃない。本当に、そうだ、そっか、やった、一番だから、いつも女の子一人だけだったからさ、嬉しいんだよね、うん、今日、イエイ、やった、一番、まあラジオ聞いてる方わからないと思うんですけど、うん、今2人して踊ってました。同じ動きシンクロ。もうダメだ、仲良しが、喜びの舞。そうなの。喜びの舞、喜びの舞っていうんだ今の。喜びの舞ですよ。上下に腕を動かして。はあ、うん。まあね、この後ですね、はい、ナンナさんからリクエストをいただいたんですけども、はい。はい、まあ、今有名な、鬼滅の刃無限列車編が上映していますけども、その主題歌、はい、リサさんのホムラを、はい、流すということで、はい、そろそろ1曲いいでしょうか。お願いします。かしこまりました。リサさんのホムラ、じゃあ流しましょうか。え、実際に見ましたか。見たんですよね。見ました、2回見ました。好きすぎて、すごい見てる。感動したよね。めっちゃ良かったですもん。ほら、ここでも繋がってる。これは良かった。良かったね。また見たいもん。見たいもん。うん、続きがたまらない。もう見たくて見たくて。ね、はい、じゃあということで、お届けしましょう。リサのホムラ、お届けします。
wanna let go。This is Chura Station. Stay tuned.はい、チラステをお届けしております。はい、ここからはコーナーに移りたいと思います。はい、イエーイ、イエーイ、ハロートーク、お久しぶりのこのコーナーです。あ、お久しぶりなんですね。そうなんです、なかなか機会がなくてね。このコーナーはハロプロ大好きな私ナナが沖縄からハロプロの魅力を伝えるべく毎回テーマを決めてトークしていくという内容なんですけれども、いつもはまあ、私のおすすめするグループだったりメンバーについてのプレゼンをしていくんですけれども、今日は同じハロプロ好きなナナちゃんに来ていただいたということで、今日はねもう周りを気にせずむしろ盛り上がっていくしか盛り上がっていくしかということで、いろいろ話していきたいです。僕のことは無視していただいて、僕はもうちょっと音とか設定しとくんで、あ、頑張ってついてきてね。一緒に一緒に一緒に。でも終わる頃には染めちゃんもね、推しができているかもしれないし。推しってそんな短時間でできるもんなんですか？あ、でもじゃあちなみに、うん、ハロプロの中でナンナさんは、うん、誰が一番好きなんですか？ハロの中、ハロの中でか、枠がすごい大きいな。ね、さゆみんかな。さゆみん、道重さんです。道重、ほらね。知らない。ちょっとうさちゃんピースでおなじみな、うさちゃんピース。あ、知らない。さゆりん、さゆりん、さゆりん。グループ名が、うん、はい、グループ名がもう一度聞いてもいいですか？グループ名、モーニング娘。モーニング娘、はい、モーニング娘の中のメンバーさん、はい、8代目リーダーです。あ、勉強してきます。そう、今 D がね参考画像を。めっちゃ綺麗な方。そうなんですよ、ビジュアルがいい。めっちゃ綺麗な方、足も長い、長いし声も可愛いし、はあ、良い、うん、ちょっとね、愛理ちゃんと迷った。あ、愛理ちゃんいいよね。愛理ちゃん、愛理ちゃん、そう、キュートのメンバー、キュートのメンバーのアイリちゃん。最近だったらかぐや様は告らせたいとかの、はい、あの鈴木さんと一緒に歌ってる女の子がアイリちゃんなんですけど。あ、そうなんですか。そう、ダブル鈴木で、そう、主題歌を歌って、ダブル鈴木、そうそう。ラブソングの帝王と、そう、鈴木アイリちゃん。あ、また画像が、あ、めっちゃ綺麗な方。そう、かわいいよね。かわいいし、この子はあの、うん、何もかも何するときも見せてくれるっていう子で、そうそうそう、パフォーマンスがすごいかっこいいんですよ。そう、仕事してるっていう感じの、歌もうまいし、あ、ほら以前ハロートークでボードをプレゼンしたじゃないですか、はい、そのボードのメンバーです。あー、はい、なんか前回の話とまたつながった、うん、そう、ボードはいいよね。ボードは好きですね。やっぱりそのアイドルを見ていくとき、ナンナさんは、はい、あのどこを重視して見るんですか？なんかダンスが素晴らしいとか歌が素晴らしいとか、もうそれもそうだけども、うん、もうそもそもの顔が素晴らしいとか、もうどれからが一番入っていくんですか？あ、そうですね、なんか一番最初に入るのはあのパフォーマンス、パフォーマンス、あのダンスだったりとか見せ方ですかね。めっちゃなんかもう本当になんか可愛くブリッコブリッコみたいなアイドルが超好きで、わ、うん、かる、なんか本当にもうこれぞアイドルぞみたいな子が超大好きなんですよ。なんかあのハロじゃないんですけど、うん、あのナンバにミルキー、うんうん、ミルキーみたいな子が超好きで、あ、どういった感じの子なんですか？なんか本当に小悪魔みたいな子が大好きで。小悪魔系が好きなんですか？そうです、 あとお姉さん系が割と私は好きで、あ、そうなんですね、キュートがドンピシャでハマるっていう、まあ、両方いるんですか、そういったタイプの人たちが。あ、ます、素敵な、うん、ぜひ見てみて。お仕事するアイドルは素敵。もうなんていうのかな、この今だいたい30分ぐらい放送経ってるんですけども、うん、あのナンナさんを紹介しに連れてきたナナさんですよね、今日ね。立ち位置がね、私の友達を見てよみたいな感じで今日来てますよ。そんなに昨日友達見ていいの？私はもう嬉しいです。ナンナちゃんのプレゼンしたいもん今。やった。もう本当に、うん、じゃあ
ちょっとハロプロの話からちょっとずれてしまうんですけど、ナンナさんとナナさんって、はい、え本当に会って何回目ぐらいですか？2回目。本当に2回目。ハボるほら。本当に2回目。はい、ちょっと来る前にスタバとか2人で寄ってきて、ちょっと話す内容固めようかとかやったでしょ、絶対。本当に会ってなくて、びっくりするんですよ、毎回。ね、すごい。ね、もう視聴、あ、これ今聞いていらっしゃる聴取、リスナーさんも。うんあの本当に本当にね、あの僕があたふたする理由を知ってほしい。なんかね、うん、ずっと僕疎外感というかね、なんていうのもちろん旦那さんのこの、うん、なんていうのかな、喋りやすそうな雰囲気ももちろんあるんですけども、でもなんかいつも奈々さんと喋っていて、うん、奈々さん僕側だよねと思うのに、なんか逆に僕が今ゲストみたいな立ち位置的に。なんならもう乗っ取っちゃう？よ、狙うべし？な、ね、七捨て？七捨て。次フォグニー来た時びっくりするよね。うん、もう名前も変わってるし。なんか番組違うみたいな。そう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 。よろしくねっつってフォグニーさんに。ゲストのフォグニーさんです。どうぞみたいなさ。新しい。メンズはポカーンですわ。メンズポカーンですよ。そうで、なんでね、今日、うん、まあ、久しぶりにこのコーナーやろうかと思ったというと、うん、私とあのなんなちゃんの共通点の一つとして、踊ってみたが好きっていうのがあって、好きです。でハロプロの楽曲の中でたくさんあるんですけど、はい、踊ってみたい曲ってなんだろうっていうのをずっと聞きたくて迷うな。私、ね、ハロプロでもあのモーニング娘。の結構初期とか中期ぐらいの曲がダンスかっこよくて好きで、うん、最近のフォーメーションダンスっぽいのも好きなんですけど、あれ人数ないとまあできないダンスが結構多くて、ね、うんうん、なので、そうですね、昔って言ってもあれなんですけど、プラチナ期のあたり、そう、あの辺とか好きかな、なんかね、かっこいいよね。さっき言ったけど、ワンツースリーとか、ただいま聞いたことのないワードが出てきましたが、プラチナ、プラチナ期、あの高橋愛ちゃんがリーダーの時代です、はい。あんまりこのテレビとかのメディアには出てなかったんですけど、はい、でもその分ライブでのパフォーマンスをメンバー一人一人がもうスキルを上げていって、うん、もう本当にすごかった時代、そうそうそう、かっこいい時代なんです。はあ、っていうのをちょっと注釈を入れていかないと今いけない。わ、うん、かんないことあったらちょっと挙手制で。あ、いや、わかりました。ラジオなのに挙手制なんだ、ね、挙手制で説明が入ります。わかりました。浅目川さんどうぞっていうので議会なのここ染川くんみたいなあ、すいません、じゃあどうぞ続けてください。あの、わからないとき手挙げるんで、はい、話の腰を折ってしまうんだよね僕ね。違いますよ。バキバキにでさ、ハロプロっていっぱい楽曲があるから、うん、悩むよね。悩みますね。可愛い系もあるし、かっこいいのもあるし、セクシー路線の曲もあるし、私もずっとなんだろうなって思うんだけどね、うん、あ、じゃあ聞いてもいいですか、うん、じゃあモーニング娘。の中だったら、うん、曲は何が一番好きですか、うん、じゃあ旦那さんは聞いていいですか。モー娘。のあのユニットに、あのモー娘。の中だったら、うん、あのアンビシャスが好き。あ、おー、すごい、ちょっとマイナーかもしれないから、うん、もしくはゴービクトリーか、どっちか。ゴービクトリー、うん、かわいい、あれは。そう、かわいい系か、なんかもう勇気が、元気が出てくるような楽曲か、うん、どっちかになるんですけど、うん、あのツンくん作る曲ってエモいなってめっちゃ思う曲が多くて、確かに、ユニットなんですけど別のところにあの、うん、なんだったかな、ディーバっていうユニットありましたよね、うん、ある、あれの中のね、メンバーが神なんですよ。そう、後藤真希と石川梨花と、あと誰だった、4人、松浦綾と阿部夏実、もう最強じゃないですか。すごい、塊、すごい、詳しくない僕でも分かる名前がたくさん出てきた。すごい、そう、奇跡的なユニットですよ。あれはもう見てるだけでも幸せだし、聞いてても幸せだし、うん、確かにかっこいいよね、あの好きすぎてバカみたいがめちゃくちゃ大好きなんですよ。それが言いたかったんだよ、もうなんか好き、もう嬉しい、今日何これ、デートなの？デートなの？ちょっとイチャコラ始めるんですね。
もう久しぶりだわ、喋っててちょっと体温上がってるなって思うもん、うん、体温上がってますよ、あなた暑い今、うん、ポッカポカだよねきっとね、そうだと思うもん、熱伝わってるからちゃんと伝わってるよ、でも外に出て風に当たりたいぐらい本当に熱じゃねえかはあ、ということでですね、うん、ちょっと曲がかけられないんですが、はい、もう一曲聞いてもいいですか、ナナさんは。あ、私の好きな曲ですか。そうそうそう、モームスの中で。モームスだったらなんだろうな、いっぱいあるけど、泣いちゃうかもとか。あ、いいな、好きですね、なんかエモいよね、エモい。本当プラチナ期の曲は好きなの多い、しょうがない夢追い人とかも好きだし、いい曲だ。あとシルバーの腕時計とかも、うん、あの結構私失恋ソング割と好きなんですよ。そうですね、今なんかしっとり系が多かった今上がった曲は全部しっとり系なんです。あの振られてます、悲しいどうしたの振られてたりとか、あとしょうがない夢追い人とかはもう好きだけど、でももうこの人とこの先の未来もう進めそうにないから、うん、もう別れるはみたいな、でもまだ好きみたいな感じのこの揺れ動く乙女心をね歌った曲なんですけど、へー、その辺が失恋ソングは天才。つんくさん本当に心の中に女子高生いるんですよ、本当に今、本当に今すごい。そのアイドルプロデューサーさんという立ち位置でいいんですかね、はい、そもそも論、はい、いやすごいですよね。そう、それは分かる、その凄さはどうやって作り出してるんだとは思うけど。そうなのよ、エモい歌詞が多くてですね、うん、なんか私なんか好きな曲あった、好きな曲って好きな歌詞があってですね、うん、あのつんくさんが作った歌詞なんですけど、うんうん、歌じゃなくて風景と説明すると、うん、あの男の子と女の子がデートに行きました、うんうん、だけど文言は少し早く伝えるのっていうのがあって、わかります、わかる、あ、やだ本当は文言10時とかだとしますよ、なんか10時とかなんですけど、はい、彼デートの相手には8時とかで使えるんですよ。ええ、8時は文言だから8時までに帰らないといけないデートの前に行っとくんですね、うん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 、で8時になったら、まあ、彼らは返そうとするじゃないですか、お家に、うんうん、そしたらこの女の子なんて言うと思いますか。え、これがなんか乙女心やって感じの、なんかその突然のシンキングカミズちちちあれのえなんだろう、なんていうかな、帰りたくないとか言うの。そんな感じで、なんか私まだ帰りたくないって言って、当たったんかい。実は本当はあと2時間余裕があるじゃないですかうん、うん、で2時間の間に彼女はこの門限を破ってくれてまで僕と遊んでくれているっていうのを楽しませてあげられるし、うん、あ、女の子のこの駆け引きのうまさを描く歌があって、あ、これは本当にすごいな、すごいっていうか、なんかなんだろう、本当にやってそうだなとか思う。たまらないですよね、ありそう、グッバイ夏を、そう曲できました情報が入ってまいりました。素晴らしい曲を作ります。今日ちょっと曲が流せないのがすごく残念ですね、うん、今度あの CT を持ってきてもらって喜んでお願いします。はい、はい、ハロプロの子のこういう好きな歌詞で1時間語りたいもんねハロは語れる、本当に毎回コーナーのたんびになんなちゃん呼ぼうかな、やっともうそのたんびに、もう月1だったら来れますかね。あ、行きます、ね、やったじゃん多分登場回数染めちゃんとどっこいになるんですいや僕もね、なんかたまにしか来れないので、そうなんですよ、ね、え、じゃあレギュラー面ですね寒さと同じぐらいにしてくださいいやアイドルってなかなか語れないんで嬉しいですね。嬉しい、いやもう今日はいい夢見れそうやばい、嬉しい、これ告白じゃないですかいやこんな奈々さん久しぶりに見ました。本当に嬉しいな、うん、あのもう少しいつもは体温が低めというか、うん、そんな感じなんですけど、はい、今日はもうなんかもう熱暴走って感じで、うん、そうほてってるもん、ほてってるはキュンキュンしてる今そう、可愛いんですよ。こんな駆け引きの曲もあれば、うん、すごい逆に、うん、大人向けにこれは曲作られてるんですけど、うん、もっと若い世代にあげるアイドルの曲にはちゃんとそれ相応に作られてるのがつんくさんのすごいところで、うん、すごいつんくろんをもうそれを歌、なんかこの子が歌ってて似合ってるからこそ可愛いみたいなところもあって、うんうん、別の曲なんですけど、ツンデレ曲でショートカット
ショートカット、すごいもうデビュー前の曲なんですけど、実はこれ、あ、そうなんですね、はい、これのなんか内容はなんか、なんか前髪切ってみたり何したりして、ちょっとあなたの気を引いてみるけどみたいな、別に私あなたのこと好きなわけじゃないんだから、うん、こっち見なくていいんだからねみたいな感じの、あ、すんごい可愛い曲を歌ってるんですよ新しいキャラが出てきたいやいやいろんなタイプの女の子がいるんです。へえ。だから結構共感してハロオタになる女の子って多いと思うんですよ。多いと思います。逆にハロオタって、うん、で女性の方がすごく多いっていう感じなんですかね、うん、もしかしたら。あの最近は結構女の子だいぶ多くなって、うん、うん、あ、こういった可愛い女の子って感じでもうめでたくなるのかな、うん、あ、もうそうなります愛したくなるのかな。ライブ行ったんですけど、あの場所によっては女性専用場所も分けられている、ね、うんうん、あ、そうなんですね。ちょっと段差が高めのところに女性枠が作られて、うん、男性の身長とやっぱり違うので、あ、そうですよね、うん、そういう場所があって見やすくされていたり、ね、桜坂でライブされたアイドルさんとかはそんな感じにされてますね、うん、あ、そうなんですか、うん、ね、配慮しっかりしてるぜ、うん、そで結構ここ近年は沖縄でもイベントとかライブで来てくれることが多くって、今年はまあコロナだからあれだけど、でもなんか、あ、そうなんだ、沖縄ってね、ちょっと地形的に、うんうん、地理的にちょっとね、うん、難しいところもあるかもしれないけど、来てくれるんだ、ありがたい、来てくれる。そうなんですよ、でこの前、嬉しい。この前でもないけど、何年か前に椿ファクトリーっていうグループがあるんですけど、はい、椿がこのイベントで沖縄でミニライブと握手会で来てくれたことがあって、うんうん、メインプレイスでやってたんですけど、うんうん、結構ね、あのやっぱ内地から遠征してくるオタクの皆さんが多いわけですよ。すっごいパワー。そうでさ、やっぱこのみんな推し面の色のカラー T シャツとかサイリウムとかを持ってくるんだけど、サイリウム、うん、そう光棒ですね応援するためのね。でさ、あの始まる前にあの何人かの人たちは普通前に行きたがるでしょ、うんうんうん、けど後ろの方で準備運動してるの普通に体操してて、え、で、なんだろうって思って見てたら曲が始まるじゃん、うん、一緒に踊るんですよ。すごい。もうなんか手だけとかじゃなくて後ろでコピー振り、完コピーしてて、へー、そう、もう 4,50 代のおじさんたちがみんなこぞって飛んだりとか、それ見るのも楽しかった。いますいます、ものすごいアクティブな、そう、へー、ちゃんとこういう人たちマナーがちゃんと後ろにいるんですよ。そうそうそう、ライブハウスだと探すのも大変なんですけど、見てる方からしてめっちゃ面白くて、うん、さあコピー完璧なんですよ。あ、そうなんですか、うん、じゃあもうなんだろう、写し絵的なもんっていうか本当に鏡みたいになってるの。ちゃんともう好きな子の動きを真似て、だからもう最後の決めポーズまで完璧なんですよ。この子がこの瞬間にピースするまで完璧に決めます。え、もう一度見てるんじゃないかなそのライブすごい、はあ、すごいです。そのライブの模様が見たいですね僕。そう、あ、楽しいと思いますすごく見たいです。いろんな種類のオタクがいるので、はい、楽しいと思うちなみになんかじゃあ、うん、ナナさんとナナさんは、うん、なんかタイプで言ったら何オタクになるんですか、うん、私地蔵。あ、地蔵ですか、うん、私最前あのレス中ですね。あ、はいはい、ここで一旦ストップです。ここで一旦ストップです。挙手が上がりました。はい、挙手です、はい、挙手です、はい、手を挙げます。染川くん、何ですか地蔵タイプ。地蔵タイプです。地蔵はあの踊り手さんたち の、 あの横とかにいますよく。お地蔵さんの地蔵っていうことでいいですか。もうあの、はい、もうスッスッてこう、ああの静かにきちんと見てる感じが、静かに、あだから地蔵って呼ばれるんですね。そう、動かずただ見える。それもタイプ別になるんだ。タイプを分けられるんだ。地蔵って言われますちゃんと。そうなんですね、はい、今つけた名前じゃないんだ。私が名付けてるわけではない、はい、あ、ちゃんと。そうなんだ名前が実は、へえ。じゃあナナさんか地蔵タイプで、はい、私レス中ですね。カタカナですカタカナで分からん。新しいアイドルから指差しとか、うん、ウィンクとか、はい、私に対するレスポンスが欲しくて、もう推しに叫びまくります。もうアピール、へー、っていうのが基本最前列でいます。最前か2列目ぐらいまでにいて、あのモッシュ並みに潰れながら飛び上がってるタイプですあのライブハウスの柵とかにお腹潰されながらぴょんぴょんしてるタイプです。そうそう、ああ、
あのなんかライブ映像とかでいるような、ああそうそうそう、本当にあれの前でウェーってやって、あのあわよくば推しのアイドルとかから指差しとかもらえたら上天しますお仕事したわってなりますこれなかなかが、うん、なかなかすごい方ですね。すごいタイプの方ですよね、うんうん、きっとね。でも結構多いよね。結構多いと思います。だから沖縄の方があんまりいなくって、うん、沖縄の方結構シャイな方が多いので、うん、か沖縄だからこそ多分目立てると思う。そうなんですよ。沖縄あんまり敵がいないんです、実は。そうそうそう。なんで、以前ですね、スマイレージのライブ、沖縄で桜坂行った時があって、うん、そこあの、さっき言った通り女性専用枠の場所が作られたので、はい、そこの最善取ってずっとぴょんぴょんしたら、ちょっと周りの女の子にこいつこいつみたいな暴れんなやみたいな顔されたんですけど桜とか私も行ったよ。ええアンジュの時、え本当ですか、行った。私あやちゃん見てめっちゃ泣いたの。待ってください、私もあやちゃんに会いに行ったんですよ。めっちゃもう神々しかったよね。間違って光ってるって思った。でしかもライトで本当に目の前にいて、握手の時あやちゃんライトの前にいて本当に光ってたんですよ、うん、女神だったよねあれ、うん、あお師匠なんだ嬉しい。はい、はい、やばい、同じ空間にいた疑惑疑惑いましたね、これ確実いましたね、いたんだ、うん、最前であのずっとあやちゃーって言ってたのを多分聞かれてますね。レスのレスとか言ってました、あのレスポンスが欲しいって。あそうです、そうです。で自分からこうやって発するって、はい、あそういう感じでやってたんですね。そうです、そういう感じでやるんですねレスって、はい。一つ見せてもらっていいですか。おぉむちゃぶりじゃあぜひともさ、初恋サイダーとか歌ってくれたら LOVE ラビー ID ってやりますよあ、歌いますか待って、歌詞見たいや再現が見れるかもしれない、これは旦那さんの本気のレスが見れるかもしれないお恥ずかしいいやちょっと僕正直そういったもうハロプロとか関係なく、あんましライブっていう環境に行ったことがないので、うん、ああ、そうなんですね。そうなんですよ。もう、うん、なんだったら多分僕も地蔵さんタイプになるのかなと思うんですけど、そのライブの楽しみ方的には。あ、はい。だからちょっとここで激しいの見れたらすげえ得だなと思って。いいですか。私自体もバンドマンなので、あの騒ぐの超好きなんですよ。あ、そうですよね。バンドマンだからね。はい、なんでやってくれたら嬉しいし。うん、多分きっと嬉しいのと、多分私も騒ぎたいのが一番でかいんですけどあわよくばですが、あわよくば、あ、整いましたか。はいはい、あ、ななさん整ったそうです。サビでいいんだよね。あ、サビ、オッケー、サビいるかと思ってたどのところちょっと D と見つめ合っとこうかな。今調整が入ってます。下準備です公開打ち合わせ、公開打ち合わせ、あれがいいな、当たり前すぎるくらいがいいな、簡単だから、ただいまチュラスでお届けしております、はい、染川と奈々さんと今日はゲストで、ナンナさんがいらっしゃっておりますで今この時間帯は、打ち合わせの時間帯ですはい、はい、今ですね何の振りをしたかというと、はい、あのナンナさんの、ライブに行ったレスポンスがすごく激しいらしいので、それを生で見てみたいと思うんですけども。だけどあれですよ、控えめないとね。控えめに。控えめに。じゃあ本気の 60% 70% ぐらいのレスが 見れたら最高ですかね。それはぜひとも、私バンドで基本他の出演者さんにお前は大丈夫かってぐらいにスライディングしたりとか暴れまくってるので、どうか 60% で整いましたか。はい整ったらしいですラジオでライブのレスをやるってなかなかないですよね。なかなかないね。無茶ぶりな。いやすいません、もうわがまま言ってしまって。じゃあちょっと、はい、じゃあ7さんからでいいんですかね。はい、カウントした方がいいですか。あ、じゃあお願いします。あ、じゃあわかりました。じゃあ行きます。ライブの時の7さんのレスが見たい、7さんが歌います。行きます。 3,2,当たり前すぎるくらい友達の時間が長かったせいで、なんなんかわいい、あなたの感じすげえすげえ、あ、結構長かった。あ、こんな感じなんだ。これがもっとあの男性たちの方が声でかいので、そう、結構かき消されちゃうんですよ。なのでもう全力で騒ぐし、あの推しが歌う瞬間にライトを焚いて一番明るく目立つように頑張るんです。はあ、LOVE。
ラブリーな、これはアイリなんですけど、あ、手を掲げた、手を上に、ちょっと結構手これは定番、覚えてた方がいいよ。これとかこうとかよくやりますね。あの、慣れてる人はもう金ブレ持ったままこうやってるから、ずっとこうしてますね。もうなんて、なんなら推しを見てない時あるから。ちょっと慣れてきた人はさ、もうみんな YouTube を見てくれ。YouTube を見てくれ。今日は YouTube の回だ。いろんな手の動きをやっていますので、ぜひとも今日の放送は YouTube で楽しんでいただきたいなと思うんですけども、はい、じゃあちょっとここでですね、はい、せっかく何も書けないというのはもう寂しいので、はい、もう超ド定番ですけども、この曲を書けようかなと思います。お、はい、お届けするのはモーニング娘。ラブマシーン。お、かかるかな、かかるのかな、ちょっと待ってくださいね。かかるのかな、かけたいんだが、サビが盛り上がるよね。お願いだ、かかってくれ、かかって、かかってくれ、お願い、お願いだ、かかってくれ、聞きたいんだ。聞けるのかな、途中からになってしまいそうな雰囲気もあるんだが、あ、流れてる、きた、あ、きた、あ、来た、イエーイ。お届けしております、チラステです。モーニング娘。ラブマシンをお届けしております。もうエンディングのお時間ですよ、はい、早いよ、おめでとうコーナーしてない、巻きで月曜からおめでとう、イエーイ、今回のおめでとうはもうこれしかないんですよ、はい、ナンナちゃんと出会えたことにおめでとう、感謝感激、シェイシェイ、こんなにさ語れる子がいると思わなかったよね。私も本当にそう嬉しい、これは本当におめでとうですよ。いやー、出会いに感謝、ご縁に感謝、ありがとう、シェイシェイ本当に巻きで本当に巻きです、本当にこんなに語るとは思わなかった、すげえ足りないのでまた今度お呼びして、そうですね、もうやったー、なんか月1ぐらいで出さないとなんかこう熱がこもっちゃいそうなんで、ね、もうまた奈々さんがたまりにたまってしまったら、うん、もう来てくださいお願いしますちょっと呼ぶんでぜひともよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。楽しかったですもうね、うん、いやまたね本当来てほしいよね。次はキュートマ語って、そう実はさっき発覚したんですけど、うん、アイドルじゃなくて鬼滅の推しも一緒でした。そう、え、そう、鬼滅の刃、あの曲がかかってる間にねちょこっと映画の話とかもしつつ、誰が好きなんですかっていう話でね、まさかの宇髄天元推しですびっくり、周りにねあんまりいないんですよ、宇髄さんが好きっていう人、だいたいみんな義勇さんが好きとか忍さんが好きっていう方が多いんですけど、宇髄天元さんってすごく筋肉隆々の、あ、そうそう、あの派手派手な人です、派手派手の神です、派手派手の神の、はい、え、今またビジュアルが出てきてない
いつも涙流してる方ですか？あれは違います、ね、違います。筋肉違い筋肉違い筋肉違い筋肉あ、今そう、あ、すごいグッズを持っている。グッズが出てきた。グッズが鍵が出てきた。チャリチャリン。あのなんかターバン、頭にターバンみたいなのが巻いていて、うんうん、こう耳にすごくチャラチャラとした飾りをつけてる方、うんうん、が好きなんですよ。のでまあハロプロ以外でもね、今度はハロプロじゃなくて鬼滅会になるのかな。鬼滅トークするときはまたね来ていただいて、染ちゃんも見てたんだよね、うん、そうですね、途中までなんですけど、うんうん、もうその時は追いつくためにもう一回見直します。ぜひ。ポグニーはちょっとまだ見てないので、まあ置いてってもいいか、うん、またいなくなるの。いい兄さんじゃないから。いい兄さんじゃないから。かわいそうに。ポグさん、じゃあいい兄さんになったら、じゃあちょっとポグニーも仲間に入れてあげてください、ね、ぜひとも。あの悪い人じゃないんで。来週の放送ではまたポグニー来ると思うので、その時にね時に話していけたらいいなと思います。ということで、今週もチラステ聞いていただきありがとうございました。ありがとうございます。ゲストでお越しいただいたのはなんなちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた次回お会いしましょう。せーの、バイバーイ。